マーカス・トーマス・モリス・シニアは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身のプロバスケットボール選手。NBA のロサンゼルス・クリッパーズに所属している。ポジションはフォワード。ロサンゼルス・レイカーズに所属するマーキー・イフ・モリスは、双子の兄にあたる。1989年9月2日、フィラデルフィアで、マーキー・イーフ・モリスが誕生した7分後、続いてマーカスが生まれた。 幼い頃からマーキーフと共に過ごしてきたマーカスは大学もカンザス大学に一緒に入学。3年生時に平均17.3ポイントを記録し、マーキーフと共に2011年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。マーキーフが13位でフェニックスサンズに指名されたのに続いて、マーカスは14位でヒューストンドケッツから指名された。2013年2月、 三角トレードでフェニックスサンズに移籍し、マーキーフとの兄弟共演が実現することになり、サンズに合流後、抱き合って喜んだ。2012から13シーズンのサンズは、ウェスタンカンファレンス再開の25勝52敗に、終わり、アルビン・ジェントリー HC の途中解任などくらい、話題が多かっただけに、数少ない明るい話題となった。2014から15シーズン開幕前に、 マーキーフと共にサンズと翌シーズンから4年契約を結んだ。2015から2016シーズン開幕前の2015年7月2日、デトロイトピストンズに移籍。2017年1月21日のワシントンウィザーズ戦では111から112で迎えた第4クォーター残り数秒の場面で逆転のブザービーターティップインショットを決めた。 2017から2018シーズン開幕前の2017年7月7日、エイブリー・ブラッドリーとのトレードでボストンセルティックスに移籍した。2019から2020シーズン開幕前の2019年7月、ニューヨーク・ニックスと1年1500万ドルで契約。2020年1月5日のロサンゼルス・クリッパーズ戦で自身最多の1試合38得点を記録した。 2020年2月のトレード期限間際に、ワシントン・ウィザーズも絡み、モーリス・ハークレス、ジェローム・ロビンソンなどが移籍する三角トレードで、ロサンゼルス・クリッパーズに移籍した。2020年11月25日、クリッパーズと4年6400万ドルで再契約した。大学時代までパワーフォワードでプレイし、サンズ移籍後は、マーキーフと一緒にプレイするためにスモールフォワードに、 挑戦している。2019から20シーズン以降は、スリーポイント成功率を4割以上に伸ばし、ストレッチ法として、ロールプレイヤーを担っている。ありがとうございます。